いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平ポルシェのスポーツカーで球場入り3日連続運転白ニットのモノクロコーデドジャースの大谷翔平投手は13日日本時間14日キャンプ5日目を迎え米アリゾナ州グレンデールの球団施設に入ったポルシェのスポーツカーで球場入りした 現地8時14分だった。助手席には水原一平通訳。大谷が運転するスポーツカーが選手駐車場へ入った。3日連続で同じ屋根を開閉できるポルシェのオープンカー。2200万円超の超高級車だ。服装は白のニット、ブラックデニム、白のスニーカー。前日12日、同13日は昨年9月の右肘のトミー・ジョン手術後、初めて屋外でフリー打撃を行った。 21スイングで3連発を含む10本の柵越えを記録本塁打率48%推定1 4 0メートル弾もあった3月20日に韓国ソウルで行われるパドレスとの開幕戦へ順調な調整を見せている「ベッツ大谷翔平に憧れられているのはどう感じるか」と問われいや何もない同じ人間だロジャーーースのムーキーベッツガイア氏が 昨年3月の WBC 決勝直前にロッカー室で大谷翔平が発言した「ゴールドシュミットトラウトベッツらスーパースターに憧れるのをやめましょう」について言及した「大谷に憧れられているのはどう感じるか」と問われるといや何もない僕らはお互い尊敬している同じ人間だし同じユニフォームを着られることになってよかったと話した昨季はたった4回。 貴重な大谷翔平の打撃撃練習敵軍9も無我夢中与えた衝撃ドジャース大谷翔平投手は12日日本時間13日ドジャース移籍後初の屋外フリー打撃を行った屋外フリー打撃を行うのは昨年9月4日同5日以来161日ぶり推定1 4 0メートルの特大弾を連発するなど21スイング中10本の柵越えを放った。 大谷はシーズン中は屋外での打撃練習はほぼ行わない昨季はわずか4回だった最初に行ったのは4月18日同19日の敵地ヤンキース戦その後5月には本拠地でのレッドソックス戦7月には今期から本拠地となったドジャースタジアムでも行った9月4日同5日には右脇腹を痛め以降は出場せずにシーズンを終えたそのため ラグアウトに大谷が打撃手袋を持って出たという話が広まるだけで記者は一斉にバタバタとグラウンドへ一斉にカメラを構えるそれは選手も同じで5月にはレッドソックスのナインが用具を置いて打撃練習を凝視していたチームメイトも大谷の打撃練習を見られることはご褒美だったエンゼルスのミッキー・モニアック外野手はかつて彼に続いて打撃練習するのはつらかった自分が少し弱く見えたよと苦笑いしていた WBC で帰国した際はバンテリンドームの5階席へ連発するなど衝撃的な打撃練習を披露していたスプリングトレーニングでは右肘手術後ということもあり90%ちょっとぐらいの力加減と本人は話していたが軽々と特大弾を連発したシーズンでもアーチショーで新天地を熱狂の渦に巻き込みそうだ大谷翔平が背負っていたエンゼルス背番号17はマイナーのドジャー選手のもとへ エンゼルスは12日、日本時間13日、春季トレーニングに参加するマイナーの招待選手のリストを発表した。大谷翔平投手が昨季までつけていた背番号17は、ロイヤルズからマイナー契約で入団したハンター・ドジャー内野手32歳が背負うことになった。通算成績は595試合に出場。打率2割3分8厘、73本塁打235打点。ドジャーはロイヤルズ時代から背番号17。 そのロイヤルズは白地にロイヤルブルーのユニフォームでドジャースと同じ基本の配色全所属のロイヤルズ時からの番号が空いていたから背負うだけのことだが我々日本人は妙な因縁を感じてしまうこの番号は春季キャンプだけのものでシーズンが始まれば基本的に違う番号が与えられる32歳のドジャーは昨季までロイヤルズ一筋でメジャー歴7年の中堅選手2019年には自己最多の26本塁打を放ったが 昨季は不審で5月に解雇今年1月にエンゼルスにマイナー契約で入団した最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします